フリーザを撃破し地球に戻ってきた悟空。しかし衝撃の事実が判明した。あのフリーザに兄がいたのだ。そして地球に向かっているという。フリーザをしのぐ超強敵を前に、悟空に勝機はあるのだろうか。貴様、オラのためにピッコロマリモ。ふん、戦うためだけに生まれたサイヤ人にはそんな感情があるのか。さすがにやるな。我が弟を倒しただけのことはある。だが、さすがにやるな。だが俺は弟よりも多く変身できるのだ。光栄に思うがいい。俺の究極の変身が見られるのは、お前が最初で最後だ。すげえ、フリーザ以上のすげえ気だ。さあ始めようか。貴様をこの星と共に宇宙の地に捨てやる。この世で俺にかなう者はいない。俺が宇宙最強だ。クリリン、ゴハン、ピッコロ、みんな、すまねえ。オラのために。オラワクワクしてきたぞ。さすがサイヤ人。いい加減にしろ。この星めちゃくちゃにしやがって。貴様ら言っていくつの星壊しゃ気が済むんだ。本気で行かせてもらうぜ。フリーザだけではなかった。甘かったのはみんな、オラやったぞ。
変身して出てくるぞ。しかも大勢だぜ。どうかしてるよ。